アントリム伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、アイルランド貴族爵位。有史以来二度創設されており、いずれもマクドネル家に対する助爵である。初代伯、ランダル・マクドネルが居住したダンルース城。現在はそのほとんどが廃墟と化している。ダンルース城に展示されている、マクドネル氏族の紋章。マクドネル氏族は、ドナルド氏族の分であり、 その一族は、スコットランド、ハイランド地方及び、アイルランド島に住まう氏族である。その一族、ランダル・マクトネルが、アラン島よりアイルランドに移住した後、1618年5月28日に、アイルランド貴族として、アントリム県のダンルース支釈に上されたことが、伯爵家交流の行使であった。彼は、アントリム党官を務めた後、 1620年12月12日にアントリム伯爵に上る爵している。二大伯ランダルは新京都革命においては応答派として振る舞ったほか、1644年頃にはアイルランド貴族爵位のアントリム公爵に少女したが、彼には子がなかったため、この爵位は彼一代で途絶えている。彼の後は弟のアレクサンダーが爵位を襲った。 三大博アレクサンダーは1641年にクロムウェルより試験剥奪されていたが就職前の1660年に試験回復していたため爵位の相続には影響しなかった。また彼は晩年にも試験剥奪を受けているが1697年には再び試験回復を果たしたことで時代へと爵位を継承させることができた。 その総尊にあたる六大伯ランダルは、アイルランド州密顧門官や、アントリム県長官を務め、1785年に、アントリム伯爵及びダンルース子爵に除された。この両爵位には、特別継承権が付されており、彼の娘アンキャサリンとシャーロット、及び姉妹の男系子孫にも相続を認める内容であり、これら二つの爵位が現存する爵位である。 彼はさらに1789年に特別継承権を持たないアントリム公爵に除されている。初代公爵が男子なく没すると特別継承権を持つ二つの爵位は姉のアンキャサリンに相続された一方、残りの三つの爵位はすべて廃絶した。一族の現在の邸宅であるグレナーム城。マクドネル家は約400年にわたって本城を含む辞書を維持しているという。 第六代アントリム伯爵、ランダル・マクドネルが新規にアントリム伯爵に譲された後男子なく没すると、爵位は前日の通り長子アン・キャサリンに継承された。二代女伯アン・キャサリンも継承すべき男子を書いたため、爵位は妹のシャーロットに相続されている。三代女伯シャーロットの後は、その長男、ヒュー。 次男マークの順で継承されており、以降はその男系子孫で現在に至っている。八大伯ランダルはナショナルトラスト協会会長を務めた。その息子である九大伯アレクサンダーがアントリム伯爵加減当主である。かつての一族の邸宅はアントリム県に位置したダンルース城。現在の邸宅は同県グレナームに所在するグレナーム城がある。 原党主である第9代アントリム伯爵、アレクサンダー・マクドネルは以下の位を有する。法廷推定相続人は原党主の息子であるダンルース子爵レジナルド・アレクサンダー・セント・ジョン・マクドネル。法廷推定相続人の法廷推定相続人は、その息子であるアレクサンダー・デイビッド・ソマレド、マクドネル閣下。三代女伯シャーロットの夫マーク・カー卿が、 ロジアン公爵家出身であったため、紋章の半分は、同公爵家家家の紋章が占める。ありがとうございます。